おはようございます。今週もやっていきます。はい、久しぶりの朝ごはん食べます。うん、リードナーチャリング、リードっていうのが見込み顧客ですね。で、それをナーチャリングするって、こう育てていくという意味で、SACAO のクエリで上位表示できそうかっていう、その改善点を、その SEO ツールを使って、把握していただきたいんですね、まずは。はい、いただきます。その募集要項のところ、これは僕の方でもうコピペなので、ささっと、それはマイクですって、この左側のこの首の胸元あたりにつけた人。ありがとうございます。ちょっと遅くなっちゃってるんですけれども、帰ってここの散歩をします。まあ、これまでですね、競技会を作ったりですとか、新しいプロダクト、脱炭素領域に特化した求人サイトというのを作ってたりするんですけれども、まあ、そういう飛び道具、まあ、これはこれで必要ですし、重要ですし、まあ、僕自身楽しいのでやるんですけど、それだけだとやっぱりですね、短期的な視点でのこう売上、すなわち価値提供、これがですね、やっぱり不十分なんですよね。で、僕はそこも本来向き合わなければいけないんですけれども、ちょっともう忙しさにかまけてあまり注力できなかったと。それは今非常に後悔してるんですけど、当たり前のことを当たり前にやるっていうですね、それが本当に大事なんですよね。まあエージェントに限らずどの仕事もだと思うんですけれども、だから具体的には一人でも多くの候補者の方にお会いすると、グリーンタレントにお会いすると、その方の可能性をチャレンジ案件含めてご提案する、企業側に、クライアント企業に推薦する、もうそこのボリューム、まあ言ってしまえばボリュームがないとですね、もう売り上げにつながることは当然ないので、その当たり前をいかに徹底するか、本当に大事ですよね。最初だったら上司なり社長なりが今週数字いってないじゃんどうするのみたいな感じで詰めてきますけれども、今僕詰めてる人いないので、自分で律しないといけないわけですね、自立。これをですね、サボってた部分があったので、ちょっと今気を引き締めてやってるところです。なんとか挽回します。はい、おめでとうございます。あ、はい、とてもクリアに聞こえております。ありがとうございます。なんか進め方のイメージってありますか？こうどちらかというと僕があのこうした方がいいっていうよりも、Clinton Hub is a recruiting firm focusing on decarbonization space. Renewable energy or decarbonization sector industries. はい、いただきます。で、経営しているところにもうバイトとして入ってるって感じです。はい。Good morning.本日お時間いただきましてありがとうございます。事業をテーマとしましては、脱炭素をかける人材ということで、脱炭素領域に特化した採用の募集ですとか。はい、聞こえます。はじめまして、グリーンタレントハブの井口と申します。よろしくお願いします。リンクトインの情報については拝見しておりますけれども、
皆さんいかがでしょうか。今日も晩ご飯です。もう夜遅いのでこれだけです。おはようございます。そうですね、今のところメインはスタートアップおよび日系の、中堅から大企業。いただきます。今週もルーティン動画をご覧いただきましてありがとうございます。もういよいよですね、会社を経営すると売り上げを作る、そこにコミットしてやっていきます。応援いただける方はチャンネル登録、いいねボタン押していただけますと幸いです。大変励みになります。ではまた次回のルーティン動画でお会いしましょう。